暮らしのマーケットでエアコンクリーニング、ここ口コミ高くない？申し込みめんどくさいんじゃない、うん、指一本。暮らしのマーケットなら評判のいいプロがいる。保証も充実、しかも安い。暮らしのマーケット、暮らしのマーケットでエアコンクリーニング、ここ口コミ評判良くない？ほら申し込みめんどくさいんじゃ、指一本怖。こんにちは、暮らしのマーケットなら、はあ、評判のいいプロがいる。マジンガー、保証も充実、しかも安い。喜び暮らしのマーケット。総合演出、絶対にカメラ回ってる時はゴリエのままでいてください。もしあのカメラが止まった瞬間に急に低い声に変わったらそこは聞いてないんですよ。よろしく。アクション。ここの口コミ評判良くない？ほらほらほら、カット。素晴らしい、良かった。それでもいい、今のほら今が安いんだよ。アクション。ほら今が安いんじゃろかい。カット。エアコンクリーニング今なら5000円。5000円。はい、それアクション。エアコンクリーニングが今なら5000円。5000円。5000円。せーの。お、もっと大げさにやると素晴らしい、確認します。はい、これでオールアップとなります。ありがとうございました。無事終わって喜び。ゴリエを起用するという挑戦、そして中身は今年で49になるという、人間に15年ぶりにゴリエをさせるという挑戦。ゴリエにオファーをした暮らしのマーケットさんの社員さんたちの頭の中を覗いてみたい。くれぐれものカメラが回ってなくても、ゴリエちゃんというキャラクターを守ってくださいっていう風に言われてるので、ずっとあの CM のカットって終わった後ちょっと気抜こうと思ったら、ずっとメイキング回してるのね、あの方。だからもう絶対にね、いやもう僕は本当にドッキリかと思ってます。こんなんね、15年ぐらい前のキャラクターを CM なんて絶対僕はないと思って、マネージャーから LINE 来た時に、あ、はい、絶対ドッキリだつって、ドッキリの振りまで撮ってますから僕は。ゴリエちゃんの大きい声だとか、はい、こういうなんかオーバーリアクション的なものをこう押さえつけるんじゃなくて、はい、なんかやってやってっていう現場の雰囲気が楽しくて、なんかコントを撮ってる時の現場のような面白ければいいんじゃないっていう雰囲気があるから、あ、暮らしのマーケットさんやばいなっていう、面白ければいいっていう。ちょっとね、久々すぎて恥ずかしいんですよ。そうなんですか。ゴリエちゃんと絡むとか、ゴリエちゃんと何かするっていうのは、でも本人はもっと恥ずかしいと思うんですよ。カメラ止まってもずっとキャラを保ってるんで、すごいなと思いますよ。あちらを止めていただけたら、すぐ低い声になります。あの女性の方がね、絶対止めないの。なんで、もうずっと回り続けてる。ずっと回ってるんで。それはもうあの約束ですから、総合演出。あの頃は全国の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、結婚式の余興、全てでみんなが踊ったんです。その人たちが全員思い出すんです、うんうん、あの時踊ったなとか、うんうん、懐かしいなとかって、うんうん、だもちろんあの未来に向けて生きるのも大事ですけども、たまに疲れた時にこう過去を振り返るのって心の癒しになるじゃないですか、うん、そう、心の癒し
暮らしの癒しになってくれれば本当に心のマーケットになるんじゃないですか。おこの会社は決まりましたね。癒し決まりました。なるほど3日前から考えてました。あなるほど。マジでゴリエちゃんやってる時、ゴリエちゃんと川ちゃんの時に本当にもうゴリエちゃんが好きすぎて、うん、僕居酒屋行って、はい、僕結構あのゴリエちゃんをいじめる役だったんですよ。川ちゃんひどい男のやつ、はい、そしたら知らない女の子が僕のところ来て、急に枝豆バン投げて、ゴリエちゃんをいじめないでって言ったんですよ。いやコンビだしなと思ってあれ映像では伝わりづらいですけども、はい、耳の後ろが、はい、匂いが強くなりました。暮らしのマーケットさんのスタッフさんとお話しさせてもらったんですけど、はい、その時にゴリエちゃんの口調って、ジャルカアイとか、ござるとかありますよねって言われて、ああそうだった情報ありがとうって思って忘れてるんです。喜びとペコリコの2つぐらいしか覚えてない。教えてもらったの早速今日使いました。ジャルバイ、ジャルバイござる。返事はウィだったんですけど、ずっとはいはいって言って、後からスタッフにウィだったんじゃないですかって言われて、ウィって言って、小さい頃ね、ゴリエちゃん見て一緒に踊ってた子たちが今大きくなってるじゃないですか、だからこれを機にもう一回みんなでなんか踊ってみるのもいいのかなって思いますね。ペコリナイとかミッキーの踊りを見たいっていう今声が多くて、踊る方向に今なってます、はい、なってんの。なってるんですね。あ、そうなんだ。なってるんです。これじゃあもう逃げれないです。逃げる。ちょうど僕がっていうか私が酒を飲んでる時に、酒飲むと大体やろうって言うんです。あ、なるほど。それもキンキンに撮影を行われる。だいぶ時間ください。すぐには踊れないんです。